毎度おなじみルノの番組おすみクラブでございます。今日はですね、41PX 町田店主催のナイトゲーム野戦でございますね。こちらを取材しようと思います。イエーイ。今時間の方はですね、6時を回ろうとしてるんですけれども、まだ全然明るいですよね。何かハエのような音がしますけど、これは何かな。やられてる。何やってるんですか、ワンチェンさん。熱でカメラがやられてます。まあいいや、飛ばしたら何とかなるよ。でも今日は晴れてよかったね。ですね。ほら、この夕焼け。そして、飛びまーす。行くよ。ドローン、リフト。おほほほ。天高く、ドローン越える秋かな。ラッキーロール。あ、どうも。レッツゴー。いる。やっぱり41のお客さんだけあってですね、オプティカル装着率高い。これはフォレスター J1 ですね。ほい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 。誰かと思えば、41スタッフのミッチーじゃないか。どうも。手に持ってんのはアサシンです。もうやる気しか感じない。ストップ。今のは逃げられなかったね。もう一回復活あるよ、大丈夫。女性プレイヤー頑張ってます。こう二人でこう陣形を組んで、左連携もいいね。ペトーレス。ナイスヒットゴール。ゼロ走行です。ゼロ走行ですね。逆にフルアーマー。おお。しか持ってんのが、あの思いで有名なスカーですね。肉体派。さあ、まだヒットされてない人は果敢に攻めよう。残り2分だよ。あ、ヒット。ナイスヒットゴール。これは熱い。これは熱いぞ。いいねお。ちゃんとカバーしてる、ちゃんとカバーしてる。おお、これは迫る、これは迫るものがありましたね。イエーイ。やられても気持ちいいでしょう。月とドローンとワンチャイ。山の上にあるんでね、夜景がすごい綺麗なの。工場が近いからさ、こんな感じで上を飛行機が飛んでいくのが見えます。さあ、盛り上がってきましたよ。何が怖いかって、もう見えるのがこうやってあのサイリウムだけなんですよ。本当だ。今ちょっと明かり出してるからいいんだけど、これね、これがこう、そう、これ今味方チームが多いんですけど、あの黄色とオレンジの緑の識別がすごいつきづらい。あの町田店長のワンチャイさんに聞いてみましょうか。こんばんは。こんばんは。こんばんは。野戦はね、あの俗称、ワンチャイ接待戦と言われてますけれども。さあ、いよいよなんかワンチャイが行きたいとか言いながら、本気なものをつけ始めてるぞ。チャイさんと会いたくない。これは今何つけてるの？これはナイトビジョンです。ナイトビジョン。はい。これサーマルタイプの。これはナイトビジョンなんで、うん、これはサーマルじゃないです。こっちがサーマルです。はい。両目。はい。頭おかしくないねこれ。男前。これがサーマルビジョンのですね、やばいところですね。今日結構気温高かったんで、まだ地面に熱が残ってるかな。動いて分かった。はい、踊れ踊れ。はい、こんな風に見えます。これやばいじゃん。さらに暗いとこ持ってたらもっとやばいよね。この子はそうですね、明るくても暗くても見えるんで、はい、フェントリオに見えるよこれ。で、実際の絵はこんな感じです。あー、やばいねこれは。今ですね、サーマルの非常に分かりやすいこのね、機材を持っている方いらっしゃったんで、ちょっとお見せしていただけますか。本人のですね、了解を得て銃口を私に向けています。はい、ということで私はこんな感じで映るんですけれども、かなり綺麗に映ってますね。ベレー帽見えます。あのね、サングラスとベレー帽しっかり見えます、うん、あ、そうか、やっぱ特徴のある人は特定されやすいってことね。はいはい、はい、じゃあ私がすごく興奮しているところ時は、ここかやめましょうね。そういうことはね。ちょっと打ってみてもらえますか。しかもこれ A12 ですよね。A12 です。ずるいよこれ。トレーサー A12 です。すごいね。
ボルトアクションとトレーサーとスコープ、しかもスコープはベクターオプティクス、これは、フォレストジェネレーション2じゃないですか。ジェネレーション2です、ね、ごめん丸くよくて大丈夫です。これどう、今日使ってみて。おすげえ当たりますこれ、これはちょっと羨ましいぞ。あ、すごいすごいすごい。あ、素晴らしい。ロケロール。野戦はね、フレンドリーファイヤーがめちゃくちゃ多いって、私もさっきやっちゃったんだけど。CQB が全然見えないんだよね。もうね、虫の声が秋だね。もう野戦においてはこの明かりの使い方がですね、キーを握ってきます。銃撃つことでしか明かりが使われない。そうなのよね。大丈夫大丈夫。わあ、マジ転びした。暗くて見えないからこそ、策、敵を頑張らないといけないんで、なるほど、あとこう耳だよね、結構ね。そうですね、小さい音なんかにも気をつけないといけないし、あと光を一瞬で見れるから、ね、ちょっと涼しくなってきたね。涼しいね、本当に。夜景も綺麗だし、すごい綺麗。綺麗綺麗。今日ね、結構ね、あの野戦あるあるで絵があんまり撮れてないんですよ。ということで、コメントでカバーしますけれども、はい、どうでした今日の野戦は。はい、すごい楽しかったです。彼女は結構野戦やってる人なんですね。夜のマスカー、こんにちは。はい、こんにちは。ズバリ野戦の魅力をお二人お願いします。はい、見えないところが楽しい。楽しい。見えないところがいいってことですね。こう世の中の汚いものや、そういうものが夜によって隠されてって感じだね。じゃあこれからも、夜昼問わずサバゲ楽しんでいきましょう。はい、サバゲするとき、ボーカー